パッケージには赤いドクロとともに激辛と書かれています。アメリカ・マサチューセッツ州で去年9月、10代の少年がこの激辛チップスを食べた直後に死亡しました。 AP 通信によりますと、少年には心疾患があり、唐辛子成分の大量摂取が死につながった可能性があるということです。少年は水などを飲まずにチップスを食べる様子を SNS に投稿するワンチップチャレンジと呼ばれる企画に参加していました。